残酷な天使のように少年よ神話になれ。それでは2018年も頑張っていきましょう。2018年もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。せーの、あー！2つやりたいので、なんか1つ皆さんに聞きたいと思います。まあね、1つ目のモノマネです。3回やります、モノマネは。よし、ティッシュ取る。あぶね。まあね、母さん、モノマネなんかしてほしいものは、トレンディエンジェルが、はずいわ。ピカチュウ。こんなんじゃないけどね、こういうキャラじゃないけどね。ラストで。というわけで今回は花火をしたいと思います。うわー、イエーイ。というこれで開けていきましょう、開けていきましょう、最後、はい、こっから盛り上げていきましょう。ただし、うるさいっていう悪口はもうダメですよ。わかりました。じゃあ呼んでください。これデモプラという花火でございます。でデモプラというね、結構入って、しかも下にも入っております。下にも大きな花火がありますね。トミックみたいだよな。裏はこんな感じで、アンポンタン、裏側はこんな感じで、通常の花火と同じでございます。開かない。膝、腰、肩が痛くて耐えられないという方、一日何回痛いと。おはよう。その痛いの原因は、軟骨の振り子、腰の神経による神経の圧迫。お腹出てる、お腹出てる。後ろ来るのマジよ。関節の痛みをまず取ることに特化した4つの医薬品を出ました。しかも服用は1日1回。びっくりした、最初おぎんかったねんね。さらに初回に借りて1900円、やっぱり怒られた。お申し込みは0120-123-700。ちょっとあかん、まったくあかんねん。復習、この前神田で行ってやん、あの時にクラッカードッキリされたから仕返ししました。はい、コメント。というわけで今回は
復習しました。だほか、お前30年ガチャストライクショット。おっおっおっ、キャラクター1体選べ。なんだこれ、なんだこれ。おお、武田信玄16バリア孫悟空。おお、これはいいな。ダメージモール、予想外だったけど、もういいかな。ギルガメッシュ、アンチワープ。うわ、ちょっと待って、引き目だ。ちょっと待って、それなら俺は、の、うわー、マジかよ。どれ、お、レベルキャミの端子、ダメージウォール、ん、あら、アップロードされたのか。なるほど。じゃあ俺はこちらで。友達の言ってた通りだ。よし。おお、すげえ、面白く、面白くだ。最後の一枚、入れていきましょう。選んで。どんなん取り直し前でいいやろ。右側の落書きブースは、右側の落書きブース、何これ、びっくりした。ちょっと待って、聞いたことない。マジかよ。ちょっと俺プリクラなんてちょっと初めてなんか気がするんだよね。ちょっともう見せられませんでしたけど、ちょっとすみません。はい、ご視聴ありがとうございます。はい、まあ今から言う、まあ、まず一つ目はお帰りっていう言葉がないっていう都市伝説ね。はい、そう。
カミカミだな俺。角度変えようか。じゃあこれらの、じゃあ違うな。お帰りがない、ポポポポンが印象的な魔法の言葉という CM ですが、これは挨拶の素晴らしさを伝えた内容、子供にも覚えやすいフレーズが多用されていることからも、子供に、これは何て読むんだ、ちょっとドキドキ漢字が読めない時があるんだけど、ちょっと画面に表示するけど、子供にも覚えやすいフレーズが多用されていることからも、子供に焦点を当てて制作されていることがわかります。挨拶と聞いてどんなセリフを思い浮かべますかね。基本的なのはおはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみ、お帰り、行ってきます、ただいまですよね。このようなものなんですが、普段耳にする挨拶ですが、魔法の言葉の CM では一つだけ抜けているものがあります。それさっき言ったただいまですね。あ、違う、ただいまじゃねえや、お帰りですね。ちょっと初めてだから緊張してるかな。 CM では行ってきますや、ただいまという挨拶が使われているのに、お帰りだけがないんですね。これは不自然だと感じませんか。実はお帰りがないのは、亡くなった人が家に帰ってこないのを暗示しているからだと言われていますね。それだけではありません。この CM に挨拶という挨拶をすると友達が増えるという設定になっており、メインキャラクターがポポポポンというフレーズを使うと隣に少女が現れますね。この表現は震災で亡くなった少女が幽霊として登場したのではないかという説も流れているんですね。俺はこれは知ってるな。子供向けに制作されている CM ですが、震災で死亡した人を思い出させるような表現になっているのではないかと都市伝説では説明していますね。2つ目、魔法の言葉に隠されたメッセージ。子供向けに制作された魔法の言葉という CM、 子供向けには、3つって思うのかな、生じしますけど、子供向けに似つけない都市伝説が多く存在しており、その中でも恐ろしいという話題なのか隠されたメッセージがあるんですね。ちょっとなんで俺今目を大きくしたんだろうね。これはテレビ CM の中で流れているメッセージはメロディーではなく、コンセプトのものにメッセージが隠されているという内容。まず挨拶の、もうダメだよ、緊張しすぎ俺。魔法の言葉の CM のコンセプトとなっている挨拶の魔法をローマ字してみます。すると挨拶を魔法、まあ、表示しますけど、挨拶の魔法ですね。おって何言ったんだろう。となります。これを並び替えると、AAH、 俺は読めないんだけどね。俺は読めないけど、今ここに表示しますよ。今表示している言葉を日本語に直すと、ああ津波直そう、津波、もう俺ダメだ、滑舌がちょっと時間的にも長くなりそうだから、残りの2つはもう別のでやりますけど、ああ津波襲うと、となるのです。ただの偶然だと思うんでしょうか。東日本大震災の発生後、各社が放送辞書する中や多く流れた この CM、 そこに震災の恐怖を暗しているメッセージを入れていたのは、考えたのはこじつけではありませんよね。文字を並べ替えると浮かび上がる隠しメッセージの内容があまりにもタイミングが良いと感じませんか。震災を忘れてはいけないと、存在的意思に、授かえるチームなのかもしれません。俺の確実が悪い。
バカ確立した陸上競技だって無理やろ。知らん、一切知らんです。黄色いもの、何でもいいや、これやったら黄色いものの名前、黄色いものライチュウ、光属性とかでもいいよ。トカシ黄色、黄色人種全員黄色い、電流、お前言ったらあかんやろ、ここで友達とか見てるやんけよ早く黄色色のカーテン黄色カーテン、黄色い帽子、さあ、キブリ、黄色いドアおいおいおい、そんなんここにはないからさ、こっちのとこあるやん、金髪、あカステラ、ビール、おお、ビール、ビール、ピカチュウ、モンスターキャラでもいい、黄色いパラシュートレブラント、光属性、ゴールデンフリーザーあー、サイヤ人、サイヤ人、クリリンの頭、はい、ドア、もうええわ、もうええわ、ピカチュウピチュウなんやお前ほら、黄色いジョイコン、黄色いジョイコン、ラトラータ、はい、黄色いクマさんエレキスティックス、どうぞ、黄色いハエラトラータ、おいおい、どうだって、ちゃんと言え、黄色いセミもう一回言え、黄色いビーズおい、そんなんない、今もう一回言え、もう一回ちゃんと、黄色色のダイナマイト、おい、そんなんない、ちゃんと答えるまでさ、ちょっと待って、2、え、そうなん、こら何ケチつけてやってんのチャレ、チャレ、ちゃんと答えるの、黄色いカエとかないやで、お前いや、おるかもしれへんよ、おらんよ、そんな、いや、ハエを天気で黄色く塗ったら黄色いハエになんねん、無理やりすぎるわ、そんなもん無理やりでいいね、どうなる、もう罰ゲーム確定したけど、もう一回やろ、黄色系がいいんだ、黄色系がじゃんじゃん、じゃん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 、じゃんじゃんで、ミスって後ろ行った人おんねんな、誰誰、確か、なんか前の、あ、ごめん、間違えた、ごめん、もう一回、ちょっと待って、すいません、ちょっと待って、ごめん、間違えた、俺が一方的にごめんね、ロープにつかまり体を振って勢いつけてジャンプします、一番どこまで飛んだ人の勝ちです、で、身の方を振り、勢いがついたら A でジャンプします、はい、まあ、ちょっと俺のお手本見てね、まあ、どんな感じか、誰やこれ、誰や、ケンティ、ケンティ、ケンティ、これ、顔面から筋肉使ったかもしれない前にあ、うえぇ、着地して死んだ、だっすこれ死ぬ、だっせ、無事確か、ここはいもうちょっと後やった、もうちょっと後やった、こう振っとけばいいね、こう振っとけばいいね、こう振ってた、いいタイミングでワールをしたらいいね、後ろに飛ぶだよ、どう、後ろにマイナスや、マイナスヒトロがやったぞ、おい、ミート見てるか、目隠し、お絵描きということでですね、まあ、目隠し収穫をやってもらいます、そして目隠しした状態でどちらが一番うまいのかを決めてもらいます、制限時間は30秒です、まあ、ドラえもん描いてください、レディー、レディー、レディー、ゴー。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ドッキリ大成功。
はい、ということでドッキリでございます。かっすー、なんやねんこいつ。はい、今回ね、みんなで目隠しをしたかっていうと、これです。このためのドッキリのためです。それ何やってんねん俺は。大したことないな、お前のリアクション。いったとか言うと思ったんやけど、お前、いったで、ね、全然思んないよ、お前。よし、来い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 。ハイシネスプリッツァー、ハイパーザコ。もうこれは嫌な予感がしねえ、BGM 止まったし。小さなことですが、視聴者の皆さんに謝罪します。なぜ謝罪しなければいけないとかというと、先週の日曜日、まあ前回の動画ですね、2つのお知らせという動画でちゃんとお知らせできていなかったり、お知らせしている途中に3秒ぐらい黙ったり、俺の嫌いなアニメの曲が頭の中から離れないといい、画面から消えたりしてちゃんとお知らせできなかったからです。その理由でイラッとした方に謝罪します。すいませんでした。俺も子供はチャンネル作ってはいけないんだよ。楽器は買えんな。勝手に決めつけんな。決めつける以前の問題で文面からは文面からして分かるわけよ。まあ楽器には分からんが、俺は楽器ではないクソワタ。まず大人でも仮面ライダー知ってる人も知ってて見てる人もいる。それで勝手に子供を決めつけるのはない。だから喧嘩みたいになってるぞ。大丈夫。小学生は大鬼倒したよ。お年頃なんだよ。お前どうせ厨房だろ。ブーメラン刺さってるけど大丈夫。ほんとそれ。ガキの力舐めんなよ。ちょっと待って、喧嘩してるやん。大丈夫これ。一時をエグゼイド知ってて子供って何？漢字が使えないバグもある。名前が本当の名前であっても小学生扱い。君大丈夫？頭が硬すぎる。あれ君言っとくけど、次の独学。2年生が子供出しだよ。子供だよ。じゃあ中学生もダメってことになる。君失礼すぎない？なるほど。ところで高校1年の学校に入りますか？バナナ。かっこ頭の悪い人。お前の方が好きだよ。だって、日々煽る相手に、心の中の鬼を出した愚か者だから。いや、普通にこいつ文明からしてガキにしか思えないのだから。でも子供だからあんな煽り方する。それこそなぜダメかちゃんと教えてあげるのが本当の大人じゃない、なんじゃないの。なんか争わないよ、この一件のコメントで。佐藤金次さんのコメントでも争わないよ。佐藤金次さんが。いや、行こうか。やるぜ。おお、すごいな。このやばい。曲セレクトすんの忘れた。まあいいか。大体爆弾の使い方は大体あ、ビクティニ声優は水木奈々なんですよね、実は。あ、切り札溜まった。あー、ミスった。外した。あ、バックマン。あー、やばい。漆黒の騎士。あー、負ける？初っ端負けんのこれ。嘘やろ。こんなはずでは。うわうわうわ、
あーあかん。ポケモン行け、ポケモン。ああちょっと待って、ラティオ好きだ。あスマッシュボーム、まだ連続でくんのこれ。あ来いよ。いけ、よし。あはは、全然ダメだ、全然吹っ飛ばねえ。あいみいっきゅう、みみっきゅう。よっしゃ、吹っ飛ばしたぜ。あーあー、ダメ、絶対。あーあかわしまー、よい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 ちょっと待って、これはさすがにビデオに残せないわ。ちょっと待って、しょっぱな負けんのこれ。やばい、しょっぱな負けたぞ、しょっぱな負けたぞこれ大丈夫、すいません。これね、ちょっとビデオでちょっと Twitter に残そうかなと思ったんだけど、これはさすがにダサすぎるからちょっとダメです。次からちゃんと勝負をお見せしますんで、すいません、本当に。こっからちょっとカメラに集中できないんで、こっから撮らせていただきます。女子か、もうカメラ一切無視して歌うし、原曲気使ってる、若干違うかな、これ歌えるかな、俺こっちの人に歌ったからさ、さっき崩れてしまいそう、見つめる景色、空の青さを忘れる、汗まぶき節の共感の答え、誰も知らないなら思い出せなくても、きっと僕らの出会いはどこかで何かで繋がっていた。
楽曲と難易度を選んだらライブスタート。なんか表示、この表示がさ、なんかスマブラのダイレクト映像っぽいな。ここになんかゼルダ神々のトライフォースデザインだったみたいな。あとどうすんのこれ、あ閉じるか。イージー、これなんていうの、イージーノーマルハードエクスペントって書いてんのかな、これ一番これ難しいやつ。もう最初はもうイージーって言った方がやろ、いきなり難しいって言ったら何やんこれみたいな。調子乗ってんのかって。リズムゲーなんかもうマジやったことない。小学校の時太鼓の達人やったぐらい。いや私ね、リズムゲーム、どうせならもう、あれバンド1って書いてある。これ名前変えられそうやからな、これ名前変えたいな、これバンド1、プニプニに変えた。バンド、いやプニプニのね、リズムアイコンの速さ今回のほんまに今回のちょっと読んでな、リズムアイコンの大きさ微妙なんだよな、長押しラインの濃さドージオシライン、リズムサポート、初心者から一回つけといた方がいいよ俺やったことないねんねリズムアイコン近いから、速さですかそれ、速そうに見えないんだけど、すんごい、もう5でいいや次回から表示しない、まあ、最初はね一生消失すんだてめえはここバンドの練習室やんな、これさっきバンドの練習室みたいなって書いてあったけども、ライブ客おんねんけど異次元にちょっと待って待って、音楽に合わせてタップ、つながっているのは同時にタップ、何どうした、あ大丈夫です、どうぞ、効果じゃねえや、長押し最後に話す、上に振りなぞって、両手でやった方がいいな、これ学校でスマホ持ってきてるやつ大体そうやと思う、まあ、星をタップ、これ金をタップするとメンバーのスキルが発動、スキルキロエフェクトレーラーで音小さいからもうなどんな曲なんか分からない、まああかん、全然あかん、あこれ広告で流れてた BGM じゃないあもう太鼓の達人みたいな感じな、本当にはあはあ、あこういうことかマジで難しい、イージーでもこれかな、早っ、まあこの曲はリアルです、リアルじゃねえや、リアルどういうこと、あーなんか間違えたな、ランク C って一番いくやつじゃないの多分報酬低っメインストーリー解放、声かけてみようかな、ごとか。
基本ストーリースルーする人だからさ、俺ともしびの星とかのムービーとかも後で見るような感じだから。あ